コレチカ VS 道長。光る君へに学ぶ日本史。自らの幼児性が将来の可能性を断つ。藤原道長が東三条院明子の推挙で内乱に就任すると、内大臣の藤原コレチカはまるで子供のように顔から火が出るほど激高した。最後にコレチカはその幼児性が自らの将来の可能性を断つことになる。藤原道長と藤原コレチカのその後を詳しく見ていこう。995年長徳元年、関白道隆の死後にコレチカは関白をめぐって叔父の道長と争った。しかし5月11日に母の東三条院に説得された一条天皇は道長に内乱の宣旨を下し、翌月にはコレチカの上位となる右大臣に任命した。左大臣は不在だが、一の神となった道長は早速公卿たちを召集して会議を開催した。公卿の会議は代理のうちの近衛の詰め所である陣の座と呼ばれるところで行われるのが普通である。そして陣の座に大臣以下の公卿が着座して政務について評議することは陣の定めと呼ばれた。その日も通常通り陣の定めが行われていたが、途中で内大臣のコレチカが突然に、そんなことも知らないのかと右大臣の道長を罵った。かつては自分が抜き去った叔父の道長が今は上座に座っていることにコレチカは耐えられなかったのである。普段はおとなしい道長だが、年下でしかも役職が自分よりも下のコレチカに罵倒されたことで顔を真っ赤にして反論した。二人が口論する声は陣の座の外まで響き渡り、その噂はたちまち朝廷内に広まった。都ではコレチカとその弟でまだ17歳の高家が腕っぷしが強く人相の良くない従者たちを数多く邸内に揃えているという噂が立った。それから数日後、道長の従者は七条王子で高家の従者に些細なことで絡まれ、大乱闘となって多くの怪我人が出ている。検非違使が事件を取り調べたが、検非違使別当の藤原実助が合戦と記録するほど乱闘は大掛かりなものであった。その後もコレチカ高家と道長の従者の睨み合いは続き、ついに道長の側近畑の久忠が殺害されている。道長は高家に久忠殺害の犯人の引き渡しを求めたが、高家は逆に言いがかりだと開き直っている。このままコレチカとの対立を放置すれば祭りごとにも支障をきたすことになる。そこで道長は藤原実助を権中納言に、妻明子の兄源利方を九郎殿等から参議に抜擢して、会議がスムーズに進行するための人事を断行している。藤原実助は古来からのしきたりである有職故実に詳しく、敵に回すと手こずる人物である。また源利方は生前中は道隆に従っていたが、道隆の死後は道長に接近している有能な明子の異母系である。また九郎殿等の後任には道長に好意を示す藤
藤原の池成を推挙し、もう一人の藤原の忠信はそのまま据え置いている。道長は人事面で秘密裏に協力者を増やし、政権の基盤を着々と固めていった。しかしまだ20歳過ぎのコレチカと17歳の高家は、そんな道長の主役には全く気づかなかった。それどころか、さらにコレチカの母高品の高子の父親である高品の成忠が道長を陰陽師に呪詛させていたことが発覚する。当時は呪詛させること自体が罪となった。高家は若いながら参議に加わっていたが、周りに賛同者がいないコレチカと高家は陣の定めで徐々に孤立して追い込まれていく。二人が威勢を張れば張るほど、周りの年配の公卿たちからは見放されていく。そして焦燥感に駆られたコレチカと高家は、ついに前代未聞の取り返しのつかない事件を起こしてしまう。この事件は長徳の変と呼ばれるが、996年長徳2年1月16日、コレチカと弟の高家が火山法王を襲うのである。コレチカは眉目秀麗で頭も良く血筋も良いという申し分のない境遇にありながら、精神面での稚拙さで権力争いに敗れて落ちぶれてしまう。そのきっかけとなったのが火山院乱闘事件とも呼ばれるこの事件である。コレチカは以前から藤原の為光の三女を恋人にして、その邸宅に通っていた。ところが最近、火山法王も為光の三女のもとに通っているとの噂を彼は耳にする。そこで為光邸で火山法王の牛車を見かけたコレチカは、高家に命じて脅しに矢を射させたという。矢は見事に火山法王の衣の袖に命中し、驚いた法王は逃げようとした。すると高家は従者に法王の牛車を襲わせ、法王の従者二人を殺害して首を持ち帰らせている。法王は色恋沙汰が絡んでいたため、当初は事件を隠していたが、噂は都中に広まった。また死者が二人も出た事件であったために、検非違使別当の実資は深夜にもかかわらず、すぐさま道長に連絡している。実は法王が通っていたのは為光の三女ではなく四女であった。つまりコレチカは勘違いして火山法王を襲ったのである。五位以上の貴族の邸宅の捜索は勅許が必要なため、一条天皇の命でコレチカの邸宅が捜索された。一条天皇もコレチカたちが法王に矢を射るという皇室へ歯向かった事件であるだけに厳しい態度を示している。その捜査の段階でコレチカが進化は行ってはならない大言の法を収して道長を呪詛していたことも報告されている。これら一連の事件により、まだ若いコレチカと高家は政治生命を絶たれることになった。この長徳の変に関しては、法王とコレチカ高家の従者同士が乱闘となったことは事実である。そのため一本の矢が火山法王の牛車に突き刺さったことも事実に違いない。
しかし、コレチカが法王に対して本当に高家に矢を射させたかどうかは現在も疑問とされている。それはともかく、約1ヶ月後、コレチカは太宰の権の措置、高家は出雲の権の神に下ろすという決定が下された。罪名は火山法王をいたこと、東三条院明子を呪詛したこと、そして私に大言の法を行ったことであった。本来なら死刑であったが、当時は公式的には死刑は廃止されていたため、太宰府と出雲への流罪となった。コレチカは病気を理由に廃除に赴きがたいことを奏上したが、一条天皇は許さず却下している。この時、捜査で事件に関係したと目された高階家の人々も伊豆や淡路へ左遷されている。ところが、コレチカと高家は検非違使の指示に従わず、あろうことか中宮貞子の御在所に隠れるという子供じみた行動をする。そのため、ついに一条天皇の命令で貞子の御在所が捜索されるのである。貞子はこの時、あまりの屈辱とショックで発作的に自分の髪の毛を切って出家してしまう。しかし、一条天皇は貞子が自分の子を身ごもっていることを知り、周囲の反対を押し切って宮中へ連れ戻している。ことここに至っても反省しない二人の兄弟は病と称して、コレチカは播磨に、高家は丹波にとどまっている。さらに、コレチカは何を思ったのか、播磨から京都へ舞い戻り、再び貞子の御在所に隠れているところを発見される。そのため、コレチカは捕獲され、今度こそは本当に太宰府へ送られた。その後、貞子はコレチカたちがあれほど待ち望んでいた一条天皇の皇女と王子を続けさまに出産する。そのことを考えれば、コレチカが一条天皇の命に素直に従っていれば、まだ十分に復帰の可能性は残されていた。まだ20歳過ぎの藤原のコレチカは、自らの幼児性によって自分の将来の可能性を閉じてしまったのである。